本当嬉しいですね、浦沢さん。そういやだってね、リーチのみが万難ですからね。はい、さあ黒沢僅差ですがトップ目に立ちました。何の3曲、親番勝又、ドラは言いそうです。でも本当にあれですね、1回のチームメイトのトップでガラッと変わる時ありますね。本当にチームの雰囲気ね。来年はねかなり上り調子ですね、空気的には。あの本田君、同点トップではありましたけどトップ持って帰ってきてね、久しぶりに、ね、そうですよ。ご本人はねかなり悔しそうではありましたけれども、あそこからきっと何かが変わったと思います。ただそこからチームがねもう生き返った感じになりましたもんね。赤ドラですよ。もう眩しくて見てあんまり見たくないですけどしっかり見てください。忍者様にはちょっと眩しすぎましたかね。そうですね、あの世界は、はい、真っ黒い感じがいいですよね。真っ黒い感じどうですこちら。あでもチューンがある。あ、結構厳しいですね。多いの手、多いプロは打点を見なきゃないということですか。親番がもうありません。そして3番手の近藤とも12,800点差。残り2局と考えると1回は満貫クラス欲しいですね。打点は見ていきたいところ。さあ多い、この状況をどうやって打破していくか。統一が増えたぞ。チー統一ですか。シャアは役配ではありません。そうね、チート1本ですか。真ん中から切っていきました。勝又か黒沢か、たまた近藤があるのか。バカゼナンが統一、メンツは一つのみ、虎の今は浮いています。まあ、まだ終わったわけじゃないですけどね、やっぱこれだけ相手も強いといくらちょっとね状態がいい時であっても3連勝って難しいね、やっぱりね。この大井をもってしてもということですね。まあまあ4連勝ぐらいしたことある人ではあるんですけど、はいはい、ちなみに M リーグの個人の一番の連勝のトップ記録は4連勝です、ね、そうですね、はい、何人かいましたよね。4人ぐらいいらっしゃるんですか、はい、4人ぐらいでしたっけね。そうですね、さあ黒沢がこれで頭が欲しいですね、はい、でもかなりいい形になっています。リーチ行くんでしょうね。まあ親です、親番ですもんね次ね。なんと藤崎さん、はい、4連勝記録持ってる選手がこの4人の中に3人います。大変です。そうなんですね。もしやと思って調べたら大井、勝又、黒沢ですね。大井プラス久里です。久里、はい、この4名です、はい、あそうなんですね。まあ、あのシーズンまたいでっていうのも多分あったと思うんですけれども、そうなんですね、はい、なんと4名中3名この宅にいます。いや、よく医者手まで来ましたね。でもあら本当ですね、チートイツ。しかし勝又も一歩進んでいいシャンテン。まあまあ広いですか。まあまあ広い、だだ広いまでは言いませんけど。そして近藤はドラが永久に使いづらいぞ。あ、そういえばね、あの僕も3連勝したことあるんですよ。知ってました？3連勝？はい、したこと、3連勝まではしたことあるんですよね。素晴らしいですね、3連勝。テンパった。3連勝も至難の技ですよね。でもこれすごくないですか。すごい、一番乗り、まさかのこの人が、しかも全員山ですよ。これは読みを駆使したチートイツですよね。ね、パーソー短期第2弾に大岩ローソーを置いていてのパーソー短期全山3万山、まあ、ただあの出上がりを狙ったリーチじゃないので逆にねローソーが2巡目に置いてあるのがあだとなる可能性もありますけどね。ここに1枚来たで急走振り点だ。ウーマン現物ですか。でも一応これチーソー出ると危なくないですか。危ないというかほぼアウトです。第2打のローソーを見てのチーソー、そして次にパーソーに手がかかるか黒沢。あの正直言っていいですか。何でしょう。あの2枚を落とすのによく7からいったなって思いますね。一発だけは回避したってことですよね。なんかねパーソーの方切りやすいはずなので普通はね。そう思います。これはパーソー持ちこたえることがあるのか、はい、これあの前来た時も僕解説言ったと思うんですけど、
6の早切りはね赤ウーソーがあるのでおっしゃってましたね。あの7の方が、まあ、黒沢さん今回はねあの5赤ウーソー持ってるんでそのパターンがないんですけど、はい、だから意外と6の早切り7は切りづらいんですよ。566で赤ウーソーだと6を先に切って使えるようにする、はい、ただ黒沢結果的にはこれは一発を回避したファインプレーになりました。そしてまだ持ちこたえている、うん、チートイツは一発あるかないかで点数が全然違うので、ね、本当ですよ。点数がね倍になるかそういった瀬戸際のところ、これだってパーソーしか切りようがないですよね。ローピン通ってません。自分の手止まった？え、チーソーだけ行ってパーソーいかないとかあるんですか？これウーマはもちろんあのチーソーのタイミングでも持っていました。でもここでなぜかチーソーだけプッシュしてパーソー止めた。なんで？教えて先生、なんでですか？わかんないですね。わかんじゃ誰もわからない。もうこれはでも結果として素晴らしい補充回避になっています。ちょっとすごくないですか？これパーソー似合わないでしょ？すごすぎる。これ重ねて重ねちゃう。あるある、重ねてテンパイある。でもダメか。ここでか。粘った結果ですものね。これこれは大井お見事。リーチチートイツ8000。うらうら来た、はい、ただでは転ばない。これそう静かにうなずいた。これは大井プロ褒めるしかないよね。いやとんでもないところから着地アップの望みつないできましたね。